どうもこんにちは、世界的 VIP ケンイエです。さあ今回はね、エンタメなら8インチタブレットが最強だっていうね、お話をしていこうと思うんですけども、皆さんね、タブレットとか使ったことあるかなと思うんですけども、僕タブレット好きでね、家にいるときは肌身離さずみたいな感じなんですよね。ちょっとしたニュース見たりするときも8インチタブレット使いますし、まあ、動画とか本とか読んだりするときもこれでやるんですよ。なんて言ったってね、サイズ感がね、僕いいんじゃないかなと思っていて、それこそ9インチを越してしまうとなんか片手で持ちにくいなっていうのありませんか？例えば iPad とか 9.7 インチとか、他にも Android タブレット、Windows タブレット問わずですね、8.9 インチとかあると思うんですけど、そのクラスになってくると大きいんですよね。作業をするんだったらそれくらいのクラスってめちゃくちゃねぴったりだと思うんですけども、今回エンターテイメントっていうのをね、重視して考えてみたところですね、そこまでの大きさはいらないんじゃないかなと思っております。ね、これ8インチクラスですけど、なんかコミック本とそんな変わんないぐらいのサイズですよね。だからもう本読む時もすごい読みやすいし、画面も大きいですから動画とか見やすいし、そこら辺なんか非常にいいなっていうふうに思っております。まあ、これ FireHD8 なんですけども、 Android でもですね、8インチタブレットってあると思うんですけども、まあ、だいぶ減ってはきてますよね。もうタブレット自体が減ってきて、なかなか新しいの出てこないっていう感じなんですけども、それでも僕はですね、タブレット好きなので新しいタブレット出てこないかなっていうのにずっと期待はしているんですけども、どうなんでしょうかね、難しいんですかね。この8インチタブレットの役割としてはエンターテインメント、動画、本とか、そのあたりメインですね。で、まあ、7インチクラスになってくると持ち運びが便利とかいろいろありますし、9インチを越すようなタブレットになってくると作業がしやすいなっていうのもあるので、僕の中で今回改めてタブレットの中でインチ数によりですね、やることの住み分けっていうのが、まあ、できてきたかなという感じですね。なので、まあ、8インチばっかり使うとかじゃなくて、まあ、いろんなもの僕使ってるんで、そこら辺の使い分けっていうのが、非常に大切になってくるのかなと僕は思っております。やはりね、皆さんね、一つの端末でね、あれもこれもやろうっていうね、される方が多いと思うんですなんですけども、ちょっとね、冷静に考えて、これはこれ、それはそれみたいな感じで分けていくと、もっと幸せになれるんじゃないかなと思いました。はい、そんなことで今回ですね、エンタメなら8インチタブレット最強だよっていうお話でした。お疲れ様でした。